こんにちは。今日は最近とてもリクエストが多かった防災グッズの中身をご紹介したいと思います。皆さん見直しのきっかけをありがとうございます。あの 3.11 が起こった時、私は愛知県にいて実家の2階にいました。愛知でもとても強い揺れを感じてすごく怖かったのを覚えています。その経験をしたし、とても怖いニュースを見たのにもかかわらず、その数年後一人暮らしをして防災グッズを揃えていませんでした。一人暮らしを始めた時に家具とか家電、食器、インテリア何揃えようかなっていうのはたくさん考えていたんですけど、防災に関しては正直初め何も考えていなかったです。確かに確率で言ったら低いかもしれないし、出番がないに越したことはないんですけど、まあ一人暮らしに限ったことではないですけど、最終的に自分の身は自分で守るしかないと思っているので、脅しているみたいになってしまいますが、もし何も揃えてないよっていう方はぜひ見て、少しでも何かの参考になったらいいなと思います。はい、ざっと並べてみました。ここがいかにも防災グッズといった感じのガムテープ、ラジオ、懐中電灯、あとは予備の電池とホイッスル、あとはアウトドアナイフと書いてありましたが、こういろんなツールが詰まったものですね。次にこの奥のゾーンが食品系です。これはさつまいもの煮付けですね。以前防災セットに入っていたもので、まだ賞味期限が間に合うので入れています。あとはこういった缶のものとお水、見直しができる方はこう保存用でなくてもいいかと思います。あとはラップ、それとここにコンビニでいつか入っていたお箸やスプーン、フォークを入れています。あとはこういった消毒だったりウェットティッシュ、続いてこちらが小銭と身分証のコピーを入れています。そしてこれはセットに入っていたんですけど、ここに以前から持っていたものをすべてまとめました。セットについていたものはピンセットだったりハサミ、あとはアルコールパッドとか絆創膏など包帯など入っていますが、それに加えて自分に必要な薬を入れています。そして軍手と、これも以前セットに入っていたウォータータオルをそのまま持っていて、あとここには生理用品や下着の替え、靴下の替えを入れていて、ゴミ袋もたくさんあると便利ということで、私はこの黒いタイプの袋を一緒にこちらにも入れてます。水のいらないシャンプー、ドライシャンプーと非常用のろうそく、これも避難所ですね。耳栓とアイマスク、エア枕とスリッパのセットです。それと非常用のトイレセット、あとは給水バッグ、あとレトルト食品など温めるようなアイテムも入っていました。あとはレインコートやレジャーシート、そしてここには防寒アイテムを入れています。今の季節は必要ないですが、絵の通り防寒になったり、あとは寝るときに引いたりも使えるそうです。あとはマスクとカイロ、見直したときに期限が切れていたので新しいものを追加しています。それと私はお薬の分類で入れていたんですけど、今の時期は冷えピタもあるといいかなと思って入れています。はい、という感じでざっとアイテムをご紹介したんですが、詳細はまた概要欄に貼っておくので、よければご確認ください。そして私が見直しをして気づいた3つのことがあるので、そちらをお話ししていきます。まずは見ていただいてわかると思うんですけど、今ご自宅にあるものも結構あるかと思います。最近だったらマスクとか除菌系のアイテム、もし買って余ってるよっていう人がいたら少しだけ入れておくのもいいかなと思います。あとは現金ですね。日常では使わなくなってきましたが、こういった時は小銭が重宝するようで、特に10円玉があると電話だったり自販機でよく使えるので、10円玉が多めがいいそうです。あとは女性でしたら生理用品、だいたい1週間分ぐらいあると安心なのかなと思ったりもします。ナプキンはいざとなったら傷の止血などに使えたりだとか、あとは水がやっぱり貴重なので織物シートがあると便利だそうです。
私は日常で最近無印のレジャーシートを愛用していて、それも防災グッズのリュックの隣に置いております。といった感じでいろいろあって面倒に感じてしまいますが、今家にあるものとかを少し入れておくだけでも安心かなと思います。次に2つ目ですね。これもちょっと似ているんですけど、日々お家の中の片付けとか段割をする際に、あ、これ複数あるな、被ってるから一つ段割しようって思った時にあったら役立ちそう、なおかつかさばらないものだったら積極的に入れちゃってもいいのかなと思ったりもします。気がつくと溜まっちゃったりする、いつぞやのコンビニかスーパーでもらったお箸などを入れたりしています。あとポケットティッシュとか街でたくさんもらってきてつい溜まっちゃうっていう人とかも少しだけ入れていくと安心かなと思ったり、乾電池とかですね、ストックするものがあるかと思うんですけど、そういったものを防災グッズの中に入れておいて、ここから使って防災グッズに補充するっていうサイクルができると、そんなに物も増えないしいいのかなと思ったりします。で、これも同様で段割をする中でハンカチとかタオルも見直すときに、もし多いなとかこれ捨てようかなっていうのがあったら少しだけ入れておくといろいろ使えると思うのでいいかと思います。そして3つ目が、やっぱりこういった状況ってとっても大変ですよね。だからこそこう軽量でコンパクト、あとは頑丈とか強くて安心っていうのがキーワードになってくるかなと思うんですけど、そういった時にこういう、これアイマスクとかスリッパ、エアー枕のコンパクトになっているものなんですけど、こういったものだったり、まあこういうマルチに使えるもの、トラベル用とかアウトドア用品ってこういう時にすごくいいなと思います。コンパクトになったりマルチに使える、頑丈に使えるものはこういった時にも使えるので、実際は旅行やアウトドアってそんな年にたくさん行くわけではないと思うので、持っている方は防災バッグの中に入れておくといいのかなと思います。今回は入れてませんが、トラベル用の小さなシート、化粧水とかのシートもかさばらないので、こういったところに入れておくと結構いいかもしれないですね。はい、という感じで今ご紹介した通り、全て買い足さなくても家にあるものだったり100均で揃えられたりするのもたくさんあると思うんですけど、よくある非常用持ち出しバッグのセットみたいなものを買うと必ずと言っていいほど入っているものがあるので、そちらもご紹介します。それがこのあたりですね。コンパクトになるアルミの断熱シートと簡易トイレと、あとは給水バッグですね。これは結構何にでも入ってるので、私も 2,3 個溜まってます。ただそんなにかさばるものではないので、いざとなったら誰かに使っていただけるかなと思って、私は全て入れるようにしています。はい、それと今回の見直しで私が行ったのは、身分証のコピーが引っ越してから住所が変わっていたので、それをやったのが一つと、あとラップがいいよってことだったので、途中のちょっと薄くなったラップを加えました。あとは諸々の期限を見直した時に食料とカイロが切れていたのでそれを入れ替えたのと、あとはまだちょっと変えていないんですけど、携帯用の歯磨きセットを入れていたんですが、やっぱり水が貴重ということでマウスウォッシュの小さなものを買おうと思います。はい、そしてあと今回感じたのが、だいたい年に1回見直せればいいかなと思っていたんですけど、こういうカイロだったり冷えピタとか季節を問うものがあったりとか、まあ期限もそうなんですけど、暑い寒いっていうのも結構大変な問題だと思うので、より少なくて軽い荷物にできるように年に2回の見直しが必要だなってことにやっと気づきました。あとはこういった避難所に行くような場合じゃなくても、自宅での場合の食料の持ち方、ローリングストックとか考えていかなきゃいけないなっていうのを感じました。はい、といった感じで今回は防災グッズの中身をご紹介しました。で、今回いろいろ調べていく中で、へーと思うこと、私にとっては豆知識だなと思うことがいくつかあったのでお話しさせていただきます。防災グッズのセットの中にガムテープが丸々一つ入っていて、結構重たいしこんなになくてもいいかなとは思ったんですけど、避難所生活の際にバッグに名前を書いたりだとか、伝言を書いて貼ったりだとか、まあ家だったらガラスが割れた時とか、結構そういう時に使えるんだなって思いました。ただやっぱり場所を取るので、調べたらこの芯を抜いて潰してさらに輪ゴムで留めると平たくなってコンパクトになるよって書いてあったので、ちょっと後でやってみようと思います。
後はちょっとメモを見てるんですけど、私は揃えてないですけど、ヘルメットも、まあ、あったら安心ですよね。ヘルメットもやっぱり大きいじゃないですか。それで調べたら、無印に折りたたみのヘルメットがありました。オンライン限定だと思うんですけど、それが 3.3 センチの厚さで軽い。でも使われている素材が普通のヘルメットと一緒で、ちゃんとしたものだそうです。で、A4 サイズに収まる 550g だそうです。ちょっと写真貼っておきます。これがヘルメットなのは、薄いもの好きとして少しテンションが上がりました。っていうのが2つ目の私の豆知識と、そして3つ目が LINE です。あの LINE です。今回は非常持ち出し袋のお話でしたが、まあ、それだけじゃなくて、日々の備蓄だったり、もちろん避難経路とか避難所の確認とか、あとは家具の転倒防止だったり、そういった対策も必要かなと思います。本当に出番がないのが一番だとは思うんですけど、あの時準備しておけばよかったって後悔だけはしたくないので、私は最低限準備しています。もしまだ何も持ってないよっていう方がいたら、少しでもいいので準備してみてください。そして心配し始めると、あれもこれもいるかなってなって、本当にキリがないんですけど、皆さんの知恵もぜひ貸していただきたいです。コメント欄に書いていただくと、いろんな情報を共有できるかなと思うので、体験談とかこれあるといいよっていうのがあれば、ぜひコメントでも教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日は私の防災グッズのご紹介と、それにまつわるお話でした。それでは今日もご視聴ありがとうございました。